湯河原営業所箱根登山バス湯河原営業所とは、箱根登山バスの営業所。湯河原駅を中心とした箱根方面の観光路線と、湯河原町内、真鶴町内の地域路線を担当している。箱根方面の路線については、伊豆箱根バスと多くの区間で競合している。その一方、地域路線については、西武グループと小田急グループの業務提携以前から、 相互乗り入れ形態での運行が行われており、特に、真鶴岬への路線では、月ごとに担当便を入れ替える方法が取られている。湯河原町コミュニティバスの運行住宅熱海地区の路線を、伊豆東海バスに譲渡した際に、東営業所との共同管理区間であった、湯河原駅伊豆山熱海駅の運用は、伊豆東海バスの担当に一元化した。三菱、日野 伊子図の三社のバスを導入している。通常の路線仕様の中型車、小型車が中心で、観光路線、地域路線のいずれにも運用される。箱根登山バス標準仕様とも呼べる、高出力大型短尺車のトップドア車は、数台在籍しており、主に観光路線へ運用される。路線、定期観光の兼用として導入された車両もあった。伊子図の大型車、 B896、B907 は、沼津登山東海バスに移籍した。以前定期観光バスの担当だったために、全者の方向幕に、定期観光バス、箱根名所巡りの表示があった。ありがとうございます。